はじめまして、インターン生の川原です。趣味は映画鑑賞です。ということで、10回にわたって個人的におすすめの映画を紹介していきます。1回目の今回は、短編映画のダムキーパーを紹介します。2014年にアカデミー賞短編アニメーション部門にノミネートされた作品です。トンクハウスというアニメーション会社が制作しました。その会社に属するロバート・コンドーと堤大輔、2人の共同監督作品です。YouTube 上の動画を見てもらうと、光の使い方が美しく独特な作品であることがわかると思います。個人的に風車のネジを回すブタくんのタッタッタッとした快活な動きが好きです。映像にも打たれてしまいますが、この映画をおすすめする理由はストーリーにもあります。ブタくんとキツネくんなど動物たちが主人公のお話です。大気汚染された世界から命を守っているブタくんという名の孤独なヒーローがキツネくんと友達になるまでのお話です。ブタくんは風車を毎日決まった時間に回して汚染された空気を街から追い出していきます。しかし孤独を心の中から追い出す方法を彼は知りません。キツネくんと仲良くなることによってその方法を知っていくのです。声はナレーションのみですが、それもまたこの作品に良い味を出しています。伝えたいことがギュッとまとまっており、子供から大人まで誰が見ても楽しめる作品です。ちなみにコトンコハウスという名の由来は、ブタくんのトンとキツネくんのコを組み合わせてトンコという名前を作ったそうです。今回紹介したのは短編映画のダムキーパーでした。ホームページも視覚的に見て楽しいので、ぜひ訪問してみてください。次回は可愛くもあり切なくもあるトンクハウスの別の作品を紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。